うわぁ、マジか。マジ、何踏んだの今、何あったの。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、見てください。バット作りました。はい、前回バットのスキマティック取りましたからね。早速作りました。そして早速、バットチャレンジは終わりましたね。もうほんのちょっとだったんでね。で、次は、あれですよ。鋼鉄のコンボ。鋼鉄のコンボを作って、125体ゾンビ倒すと。これ、それやったら終わりだと思うんですけどね。うん。で、前回、ケミステを作ろうとしたんですが、ビーカーがなくて作れなかったので、ちょっとそのね、ジャーナルのクエストの方はしばらくお預けですね。で、今日は、クエストを受けに行きましょう。探索がてらね。な、おはよう。おはようさん。はい、ということで、今日から、クエストをね集中してバババッと片付けましょう。バババババッとね。うん。で、まだティア1なんで1回ぐらいしか行ってないでしょ。1回12回しかね。あ、だよね。うん。まあ近いとこ行きましょうか。近いとこないな。あ、278m からね。ここ行きましょうか。どっちだ。こっちか。よし、行きましょう。じゃあちょっと行ってきます。ゾンビがいっぱいいるけど。あ、中にいるじゃん、お前。中に入ってくんなよ。なんだ、お前。入ってくんじゃない。レベル上がった。あ、エアドロップあるね。エアドロップちょっと行きたい気はするけどな。エアドロップ近い？どこだろう。もう煙出てないから分かんないか。あー、分かんないね。ちなみに、クエストはこっちか。まあまあ、そのうち取りに行きましょう。ではちょっと行ってきます。まあ、ここですね。ここですね。この間も行ったとこじゃん。まあ、さっさと終わらせましょう。さっさと終わらそう。下か。よいしょ。だって落ちるんだよね、もうね。お、あったあった。速攻だね。速攻見つけましたね。どっから上がるんだっけ。こっちか。あ、まだ生きてんの。まだ生きてた、お前。まだ生きてたのか。お、ハンマー拾った。お、な、いろいろ拾いますね。いろいろ拾うね。いいね。いいね、いいね。おー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 。よし。じゃあ帰りますか。ちょっとこれ使ってみましょうか。これね。斧。斧使ってみようかな。強いんじゃないこれ、多分。どっち？こっちだな。使ってみようって言ったって、使う相手がいない。あ、いた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 。使う相手いたわ。強いのかなこれ。あ、微妙。吹っ飛ばないからダメか。あー、そこまで強くないな。でも強攻撃したら強いか。あ、強攻撃強いね。強いか。あ、強攻撃は強い。さすが。さすがですね。さすがだ。パワーアタックは強いわ。あ、でも、うまく当たんないとダメだな。お前もう死ぬやろ。あ、死なないのか。
あ、割とリーチ長いリーチ割と長いぞあー、まあ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 強いかなまあまあ強いかも。こう上手に頭に当たらないとダメだね。うん、頭に当たんないとダメだわこんな感じでね。あ、なるほどね。はい、じゃあまあ帰りましょうか。まあどっちもどっちだね。弾もらっときましょうか。はい、仕事ありますか遠いんだよね。でもね、ゾンビ一掃行ってみますか。どっちだ、向こうだ。割と遠いね。まあ頑張っていくか。今まだ2時なんで行けるでしょ。行きましょう。あ、待って、方向的にさ、あ、ちょっと回収、エアドロップ回収してから行こうか。エアドロ回収しがてら。なあ。痛そう、これ。これ痛そうだな、マジで。痛そうだ。もう一人痛いでしょ。あ、こいつか。よしよしよし、これめっちゃ痛そう。あ、でもだいぶ大きい、マークが大きいから近いかな。そしてゾンビはいつものことだが多いねゾンビ多いね。殲滅していきましょう。あ、やっぱこいつ強いな。パワーアタック2発でまあうん、2発浴びせたらまあまあ死ぬね、ほぼほぼね。あ、こう頭に当たらないとダメだわオッケーかな。あんまりこっちに近づきたくないんですけど、ここでかいね。ここでかいですね。よし、こっちにもいるんで全て殲滅しておきましょう。よいしょ、浮いとるぞお前やっぱこう刃物だからえぐいね。なんかね、刃物えぐいっすねうん、角が当たってるような気がしならないよしよしよし。ここ入れないんで、ちょっと大回りしていくしかないね。回っていきましょうか。うん、ギリギリちゃんがいるけど、ギリギリちゃんまあこれ壊れ、まあ壊れるな、もうすぐな。壊れでもまだハンマーも拾ったんで、ハンマーも強いよ。ハンマーも強いですよ一撃だった一撃だった。ワンワンも一撃だった。まあ肉はね、もう別にいらないんで、わざわざ取らなくてもね、めんどくさいんで。はい、この建物も行ったことないね。これもね、これも行ったことない。行ったことない建物結構追加されてますね。お、ありました。あったけど、これ近づくと絶対またゾンビ出てくるんで、スタミナ回復だけしとかなきゃいけないね。スタミナ回復させながらの近づいていく。絶対湧いてくるでしょ、これ行ったら。湧いてこない？湧いてきた湧き方お前湧き方面白いなストンって湧いてくるんだな、ストンって。お前か、こいつ関係ないような気がするけど。痛い痛いな、お前。OK かな？まだ足音すんな、あいつか。これ開けるの結構時間かかるんだけどね。開けられるかな？
うん、いけるか、いけそうだね。じゃん。あー、マークスマンライフルのスキマティック入ってた。消えないのか、クレート。クレート消えないんですね。ねえ、普通バーンってなるんだけどね。あ、消えた消えた。じゃあちょっとクエストの方行きましょうか。はい、ここですね。一回行ったことあるね、ここね、昔ね、その昔ね。うん、まあ周りにゾンビいっぱいいますけど気にせず行きましょうか。よ、木こりがたくさんいたような気がするけど、なんでお前ダメージ食らってんの。サボテンか、サボテンにやられたんか。木こりたくさんいたような気がするけど、いる？木こりじゃないな、木こりではないか。木こりではない。あ、下にも誰かいる。ん？下に誰かいたね、今ね。落ちてきた。落ちてきた。こっちからも落ちてきた。あ、いた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 。そんなにゾンビの数はいないんじゃなかったかな。ねえ、そんなにいなかったような気がする。どこ叩いてる？ん？あ、上がってきた。って生きてたのか、お前。あ、違う、別のやつか。まず違うやつか。キュンキュン声がしたけど、あ、やっぱ木こりいるんだね。あ、ワンって言ってる。ワンワンは多分関係ないやつだな。おい、ペンペン。ペンペン。いで戦えた。ワンワン来たのか。ちょっと、こいつ関係ないよね、でも多分ね。あ、上？あ、そこか。え、こいつのこと？お前のこと？あ、なんか一人、なんか落ちてきた、上から。上からペンペン落ちてきた。あ、はしごがあんのか。あ、そうかそうか。上があんのね。うん。で、あ、この上にまだいるんだ。あ、いたいたいた。いたわ、いたわ。ペンペン走るな。おお、終わった終わった。一層終わりました。よし。じゃあ、もらうだけもらって。ちょっと遠いんで、早くさっさと帰らないと夜になっちゃうね。だいぶ遠かったからな、ここ。そこにクレートがあるけど、これ、これで叩ける。これで叩ける。これ便利。お？発電バンク。ジェネレーターバンク落ちてた。よいしょ。どこ？あ、いた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 。お前関係ない野良ゾンビだろ？野良だろ、お前。宇宙あれ。宇宙。多分これは空だね。あ、違った。空じゃなかった。ああ。これ使えるの？使えるん？使えるんだ。これは、もうすぐこの斧も壊れますね。もう間もなくね。まあ、ゾンビが周りにいっぱいいるけど、おお、これ見たことあるね。スコープ。おお、これも見たことあるね。もう作ったから、アーマーベンチとかね。以上か。あ、AK はちょっと見たことないな。これアーマーベンチでしょ？ 4 スコね。うん。よいしょ。だいぶ集まってきた。あ、ここになんか誰かいんの？じゃあ上、下から上がって、あ、壊れちゃった。壊れちまったか。バットでもね、まあまあ強いんだよ。バット。バットでも遜色ない強さ。じゃ
押されてる押されてる押さないでくれるかな。え、まだいるね。ああ、こうやって上がってくるんだ。なるほどね。まだいるの？まだいるの？ここは？ああ、これちょっと装備、これ装備しようか。ハンマーよし、こっちのが本当はこっちのが強いけどね。あの斧よりね。トウ、あそこに犬がいるな。よいしょ。まあ、あの犬はほっとくか。と、帰りましょうか。帰りましょうか。帰ろう帰ろう。とりあえず仕事は終わったんでね。帰りましょう。はい、戻ってきました。うん。パイプ爆弾。パイプ爆弾か。パイプ爆弾いいね。もらっとくか。もらっときましょうか。とりあえず、この辺いらないんで、売ってしまって。間違えた。仕事。あ、違う、間違えた。いや、進みすぎだ。進みすぎ。もうだいぶなくなってきたね。1.3 キロ遠いけど、もう一発行くか。もう一発行きましょうか。こっちだ。今度こっちか。よし。行こうじゃないか。行きましょう。はい、着きましたけど、面白いね、これね。ここは何なんだろうね。ここ何なんだろうね。リックデンジャーマイニング。ああ、まあ採掘場かな。採掘場ですかね。ただ、クエストの現場はこっちなんですけどね。こっちも気になるよね。なんか、すごいとこだな、これ。すごい、米軍基地あるけど。まあ、クエストの会場はこっちなんで。え？え？反応早いね。お前ちょっととりあえず、しんどけ。しんどけ。行きましょうか。上からボロボロ落ちてくるパターンなのかな？こっちはちなみに、あ、ここもなんか上があるね。あー、落ちてきた。忍者か、お前は。忍者みたいな落ち方してきたな。これは、補給品を見つけるだね。一層じゃないですね。ここにも誰かいるのか。上から落ちるパターンかな。ねえ。部外者がいっぱいいるけど。部外者が。まあ、開けちゃうか。どんどん。補給品はちなみに、あ、この並びですね。よいしょ。よいしょ。強いよ、このハンマー。ちょっと あいつら倒してこようか。うざいんで。離れるなって言われるかもしんないけどね。あ、入ってきやがったね。入ってたね。ほらほら。入ってくんじゃない。ほら。ちなみに、あ、上から落ちるわけじゃないのか。あ、上から落ちるんだね、多分ね。うん。あ、また入ってた。あ、ハンティングライフル入ってた。やった。この斧は、この斧はあんま貴重品じゃないのかな。結構手に入るな。なんだよ。なんだよ。おい。何ですか。何ですか。補給品どこにあるのかな。あ、でもこん中か。この家の中か。ここか。あ、違った。あ、違うな。こっちだな。こっちか。あ、ここか。どこだ。こん中か。違うな。ん？あ、ここか。ここ臭いね、なんかね。あったあったあった。ありました。よし、これでまあ、とりあえず目的は達成ですね。こんなの食べちゃおう。
の辺はバラして、よし、まあ、インクね、インク、これなんで照らしてんの？こっから誰か落ちてくるよっていう、そういう合図ですかね、照らしてんのはね。2階もあるんだけど、まあ、とりあえずここのお宝漁るか。あ、パイプバッター、それいらないわ。あ、ここからだ。水入ってる？水入ってた、やった。あ、缶はちょっといらないんで分解。これは、これなんだろう。ドン。あ、リペアキットだった。リペアキット溜まってきたっちゃ溜まってきたんだけどね。これちょっといらないな。上があるんで、これ全部拾った俺。拾ったね。上があるみたいなんで、上見てこようか。ザン。あ、でもなんか入り口閉まってるね。どっから入るのかな？窓から入る系かな？あ、こっからか。あれ？なんでそっちに、なんでそっちにいるの、お前。でも落ちたら、あ、そしたら落ちると。上から誰か、誰もいないけどね。誰もいないじゃん。あー。あ、そして下に落ちると。で、落ちたらゾンビいるって感じね。なるほど。何も入ってない。あそこの、これ、これ気になるね。あー、しょぼ。しょぼすぎた。以上か、じゃあ。以上だね。ドン。まあ、帰りましょうか。じゃあ。この辺のゴミ箱も一応漁っとくか。もう夜になっちゃうんで、19時でしょ？腐肉なんかいらんな。もう19時なんで、この中には何もなかったの？何もないんだ。あ、何もない。トイレね。ここのね、なんかこれ気になるけどね。デンジャー。これ行ってみたいね、ここね。わあ、すごい階段あるよ、ほら。わあ、すごいね。あ、なんかスリーパーいた。スリーパーいたわ。うわあ、マジか。マジ、何踏んだの今。何あったの。何踏んだの。また地雷に見えない地雷があるパターンか、これ。ねえ。そう。地雷に見えない地雷があるパターンですかね、これね。え、それ爆発すんのみたいな。あ、あるね。あるある。あるわ、ちゃっかり。まあ、あるね。ここ危ないな、ここ。ここ危ないね。こいつに踏まそうか。踏まないか。踏まないね。あ、スパイダーがいらっしゃるね。スパイダーくんがいらっしゃいますね。まあ、帰ろうか。帰りましょうか。これ、まあ、そのうちクエストで来るかもしんないけどね。リックデンジャーマイニング。ここにもなんか工事現場みたいなのがあるんですよね。この手前にもね。ここね。これね。これ、まあ、工事現場じゃないな、これは。こんな木も全然生えてないところに、こんな材木工場がありますけどね。どこに木生えてんのって話だけどね。全く木なんか生えてないけど。持ってくるの大変じゃないかな、砂漠の真ん中にね。まあ、でもこっちに生えてるか。こっちに生えてるっちゃ生えてるね。こっちにね。そっちから持ってくるのか。あ、犬がいる。あ、犬がいっぱいいる。犬はちょっと危険だな。帰ろ帰ろ。帰りましょう。はい、帰ってきました。やっと。よいしょ。ショットガンシェル、ショットガンシェルもらっとくか。一応もう
あのハンティングライフル取ったんで、ハンティングライフルに変えようかなと思ってますね。うん、あ、終わった。ティア1完了。よっしゃ、バッターの心得もらっとこう。バッターの心得もらっときましょう。よし、ということで、もうティア1はもういいわ。よし、じゃあ明日からティア2ですね。ティア2も速攻で終わらしちゃうか。うん、まあもう今日はとりあえず夜になっちゃうんで、まあ今日のところはこの辺にしときましょうか。明日っていうか、まあ次回ね、次回からティア2なんで、ティア2もちょっと速攻で終わらして3、4ってこう続けていきたいですね。うん、はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大神さんでございました。またね。